うちの冷蔵庫に貼ったら家族に見られちゃうよ。家族ならいいだろ、別に。さすがにこれを見たら駒形のお父さんがそっとしかねないからな。やめておこう。あ、そっか。キス写真か。え、全部キス写真 <laughs> そんなことあるじゃあ、他の場所考えよ楽しい作戦会議をしながら手を握って、ゲーセンの出口へ。なんか怖いね、このちょっと油断したところが <laughs>。<laughs> 今の一瞬、浮かれまくって他人の目を全く意識してなかったことについては特に話題にしなかった。お忍びデートとしてはまずまずの成果ってところだろうか。あ、普通に出てたんだ <laughs>。 <laughs> なんかもう、出口に向かう途中で見つかるんかと思いきや。二人の時間を過ごしたのは確かだし。<laughs> お前何食ったん <laughs> え、プリクラ食べる派 <laughs> 変わってるね、君。ったは。さっき屋台で買ったラムレーズンのアイスをペロペロ舐めている。ラムレーズン、渋いね。<laughs> チョコミートとかにしようぜ。なんか1位な、この光景。<laughs> よくわからん <laughs>。え、こんな感じなの思春期男子の脳内って。なんかよくわかんねえな。ラムレーズン食ってる女の子ってエロいの今日、今日はバタバタしちゃったな。そうだね。 でもかくれんぼみたいで結構楽しかったよ今後の学園生活を左右するかくれんぼとか絶対やりたくないわ <laughs> 生死分けるだろ、それ。ベリクラも取れたしな。うん。最初はどうなることかと思ったけど、結構なんとかなるもんだね。いや、怖いね、この小さな成功体験。ちょっと油断に油断を重ねすぎなんじゃないか、君たち。アイスから口を離して、駒形が笑いかけてくる。ドキッと高なった胸に手を当てるより先に、彼女は俺の胸に手を置き、顔も近づけてきた。こいつらすぐ大川の横でやるな。ふ <laughs> なんな水に引き寄せられるたちなの霊かよ。だから、きっと、これからも私たち、仲良しでやっていけるよ。だからやめろと、それ。<laughs> あ、こいつら死亡。 フラグをビンビン立てていくのことごとく回避していくけど。もちろんだ。お、俺、駒形のこと、本当に、後ろから気配を感じた。え、やっぱ来るよね。<laughs> なんかそんな気はしたけど。いやアイスうまいな。偶然出会ったクラスメイトと一緒に食べるアイスは格別だな。<laughs> 遅いな。<laughs> <ん>通行にかい。<laughs> うん、じゃねえお前。<laughs> マインクラフトの村人家庭知らないおっさんが、軽減そうな顔で通り過ぎていく。いや、わからんよ。まだ通行人とは決まってないよ。おっさん顔のクラスメイトかもしんない。 追われてる雑木犯みたいいやでもこんぐらい周囲に気を配った方が今の状態では安全だと思うけどね。しょうがないだろこんなことで駒形に迷惑かかるの嫌だしさ。え、そうだよね。<laughs> よくよく考えれば恋愛禁止を破ったところで迷惑被るのってゆづきだけなんだよな。<laughs> 主人公無敵だもんな。俺たちのことが明るみになった時、休団されるのは、月下の役員である駒形だ。いくら声に浮かれる思春期男子でも、それくらいの分別はつくわけで。いや、ここら辺さすがだよね、主人公。ゴムなしセックスした時も、その場の雰囲気に流されて仲出しとかしないしさ、安心して見られるわ。全く、誰得なんだよな、このルール。現代の禁止法じゃないか。しばらくは仕方ないって。意識的に二の腕を触れ合わせて、駒形はアイスをもう一口。でも こうやって肩を並べてアイス食べるくらいはありだよね。普通のクラスメートでも。いや、でも結局周りがどう見るかだと思うけどね。それくらいは余裕で普通だろう。いや、なんか怖いな。<laughs> こいつらなんかエスカレートし始めて普通のハードルだいぶ上がってないかじゃあ、こういうのはほら、なんか危険な橋渡り始めるやついるしね。<laughs> 俺の前に回った駒形はちょっと溶けて形が変わったアイスを俺の口に寄せてくる。はい、あー、うん、あーはもう男女の友達じゃないよ。ふむ。 胸の前で無情の X を作る。おぉ、さすが主人公。<laughs> ツイッターの名称が変わったことをここで予言していると <laughs>。俺は恋人以外の間接キスは認めない。心が狭いと言われようが、自分の恋人が他の誰かと間接キスしてたら嫌だからだ。き終わったような正論だねしぶしぶアイスを引っ込めて、駒形は小さく唇を尖らせる。まあ、確かにね。主人公としては悶々としてはもんね。ゆずきが他の誰かと間接キスなんて、え、友達だよあの子なんて言っても、彼氏側の主人公からしたら納得できないだろうし。うん これからも気をつけないとね。私、結構甘えん坊みたいだから、教室とかでも素が出ちゃいそう。教室ぐらいだったらいいけどね。<laughs> あの教室以外だとちょっとあかんね。クラスなら味方が多いから、少しくらいハメ外しても平気かもしれないぞ。むしろ学食とかクラス外だな。気をつけにはならんのは。もちろん、二人きりの時は甘えまくって何の問題もないぞ。じゃあ、あうん、何のじゃあ、お前。<laughs> 怖 <laughs> この彼女怖すぎる。チャンネル登録。 最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ